東武女塚古墳は、兵庫県神戸市東灘区住吉宮町にある古墳。形状は、前方公園墳。史跡指定はされていない。うない諸女の伝説に登場する、地主宗氏の墓と伝えられるが、実際にはこの辺りの豪族のものと見られる。1、西宮女塚古墳2、諸女塚古墳3、東武女塚古墳東武女塚の石踏みもともと、民有地であったため、 墳糾は崩されて、原形を止めていない。現在は、西側の前方部が、神戸市立有機幼稚園の敷地、東側の公園部が、旧女塚東公園となり、円形の墳糾残土を岩で囲んだ上に、東部女塚の碑が建てられている。元々の大きさは、1883年間の、住吉村地市によれば、高度の高さ1畳、周囲847間。 石面一端四世二十七歩となり、全長80メートル、前方部の幅42メートル、長さ42メートル、後円部の直径47メートルと推計される。1872年の発掘調査などで、六面の銅鏡、曲玉、たま、壁玉製の車輪石などが出土した。1982年9月に行われた北西側前方部コーナーの発掘調査では、 付近石と就行が確認され、埴輪は確認されていないが、末期、はじきなどが出土した。民有地であったため、土地の所有者が転々とし、紛糾り土の一部が削られて畑や家の壁土にされたほか、阪神電鉄開通の際に住吉川を越えるための、勾配作りの路線工事のために土を取るなどして、古墳は崩されていた。人々の間で、これが問題となり、また、 名称史跡調査としてその数字からの立ちもあって、村会協議会の結果、1904年1月に、丹高林村誘致と交換。西側の前方部森土を取られた土地は花六が借りて、柿園都市、東側の公園部森土を残す部分は、住民のゴミ、捨て場の缶となって残された。1915年に至って、所在地である、 住吉村中区の住民一同により、幾分土を加えて、石垣を積み、上に埋め、松、風二十数本を植えて、風地を良くして、記念碑を建てた。有権が1918年9月に、久原久之助により開設され、園庭の東端に保存されることとなる。旧女塚東公園に関するカテゴリー。ありがとうございます。